この芝生の上ね、すごい気持ちいいですよ。空は青空だし、雲がもくもくしてね、白い雲があるのはヨルダンではすごい珍しいこと。春先とかね、そういう時じゃないとこういう綺麗な風景は楽しめない。ここは公園じゃないんですよ、遺跡の中にあるの。これ何だったのかなっていうと、あの古代の競技場、一輪馬車でガーッと走り回って競馬とかをしてたんで、違うスポーツもやってたつのはその頃のスポーツだから、剣闘士と剣闘士とか猛獣と剣闘士とか、ここにこうやって座って座席がちゃんとナンバーがあって決まってたそうですよ。でチケット買ったり招待したりとかなってたみたいですね。きっと絶対立ち見もあったと思うんですけどね。ここが観客席です。映画のベンハーの世界ですね。この1周600メートルのこの競馬場、向こう側にも同じような観客席があります。カーブしてるあたりにあったのが貴賓席みたいで、あの席のそばに祭壇があったりします。オリンピックだって聖火をつける、あれは祭壇ですよね、神に捧げる日ですよね。そしてこの観客席のそばにはこういう風に芝生になった小さなあの個室があるんですけど、これは誰の個室かと言いますと、馬とかをここに入れてたんですね。でもちろん入れられていたのは、まあ、あの馬の時もありますけれども、猛獣の時もあったと思います。ローマの兵隊がライオンを捕まえているモザイク画があるんですね。でそれは本当にあのここでライオンとかとあの戦わせてたみたいです。でいたんですよ、この辺にもヨーロッパライオンっていうのが。でも現在はもういなくなってしまいました。無造作に立ってるこの円柱、あ上に穴が開いてる、あれ向こうにも穴が開いてる、横にも穴が開いてる、どうしてなんだろう。私のスカーフ巻いてみたの、こんな風にしてきっと鎖で猛獣をつないでいたのではないでしょうか。はい、ホシー。どういう風に誰が戦ってたかっていうショーが行われてたんですけども、今はもうコロナ中ですのでそんなの全然やってません。こういうちょっと見えますか、パンフレットの写真なんですけどね、こうやってローマの兵隊の服装をしてちゃんと隊列を組んでいろいろなことを見せてくれてました。剣闘士と剣闘士が戦う時なんか、その、まあ、戦うわけですよ、本当にちゃんとあのいろんな武器使ってね。でいやそのショーでですよ、ショーで戦うんですよ。で観光客がこの座席にみんな座って、まあ、わーっと見てますね。そうしたらね、その最後のところで勝った方の剣闘士と負けた方の剣闘士、こう負けた方を組み伏せられてるんですよね。でそれをね殺そうという時に、あの司会の人がねパッと止めて、さあ皆さんどうしますかって言うんですよ。でこうやったら助ける、こうやったら殺す。で観光客に聞くんですよね。そうしたら観光客のほとんどがこれやるの。でいやーどうなるかなと思うじゃないですか。そうしたらね、あのやっぱ司会の人がね、本当に本当にいいのかみんな、本当に殺していいのか、もう一度聞くぞとか言って、いやこう何度も何度もそうやって観客を煽るんですね。でそうするとだんだんなんか観客の中には、まあ、こういう風な手がだんだん出てきて、で、まあ、最後に殺さないで終わらせるんですけれども、あの実際にそういう風にあのローマでもこういうことがあったそうで、なんか現代人、この平和を愛する現代人でさえほとんどの人がそういうシーンを見たいんだな。人間の本性ってそういうものなのかな。あ、シュクラン。あ、ティニア、ティニ。いやー、リョウムヘルエハビジャンネン。
ビジャニアにヘルプティール、ヘルプティール、あのお姉さんたちにお茶に呼ばれました。なんか今日本当なんかすごいお天気が良くて、うん、シュクラン、シュクラン。やにんてみんじらしおわみん。なんかね、アンマンからジェラッシュにお友達が来てて、で、ジェラッシュの人たちがなんか、じゃあここ来ましょうよって言ってこうやってピクニックしてるんですって。いや、にはだ、あしゃん、やばん。This film for Japan. Yeah? Okay. やら、しょくらん。バイ。